おはようございます。こんにちは、こんばんは。くじゃまです。ですね、とりあえず今週も、撮影の方できそうなんで、まあ、来週と再来週はちょっとね、仕事の関係でできない可能性があるんで、まだ感覚湧くと思うんですけど、今週がね、結構ヘビーというか、そのスコアがなかなか伸ばしにくいコースがね、まあまあ、グレーはね、また別かもしれないですけど、全体的に言えばやっぱり、最近に比べたらね、平均のスコアも落ちていくんじゃないかなと思うんですけど、とりあえず僕の場合は森が入ったら、だいたい2回に1回か、それかもう3回に2回ぐらいのペースでね、崩してしまうんで、特に今年入ってから、だいたい100位切らないときってほぼね、全部森が絡んでるような気がするので、とりあえず、多分ね、今回は平均22で150ストロークなんですけど、おそらく、そこはね、100位切る分だけ見れば多分超えると思うんで、とりあえず、CT と、ディープ20ずつのグレーが、まあ22ぐらいをね、まあまあ、最低の目標にしようかな。できれば140台出せたらなと思うんですけど、やっぱり僕の場合はその、森で20出ない可能性が大いにあるんで、まあ、CT も伸ばす言うてもなかなかね、まあ天気もあるし、伸ばす言うても難しいところではあるんですけど、やっぱり CT とグレイガーでね、ちょっとプラスアルファで加算して、その分、森の分をね、補おうかなって、とりあえず考えてます。はい。で、装備は、選手と一緒です。ピン1個つけて、今回キャディーとこ、今回も入れてないです。とりあえずね、どっから回ろうかなって思うんですけど、まあ、どっから回ってもね、別にいいんですけど、とりあえずちょっと、身置き一発目なんで、あと、先日ね、動画の時のテンションが低いって言われたんですけど、僕的にはね、結構その、なんていうんですかね、ミスった時は結構テンション高くね、してるつもりではあるんですけど、なかなか、なんていうんですか、どうしても集中してしまったら、最初の方はいつも意識してるんですけど、だん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 結局自分のプレイばっかりになってしまうんで、そこはね、申し訳ないなと思うんですけど。とりあえずもう1回目はね、今回も順番通りに行こうかなと思います。やっぱ CT は多少は天気絡んでくると思うんで、やっぱ天気いい時にいかにね、落とさないかが大事だと思うんで、はい、よろしくお願いします。あー、そこで、これはいい感じに、落ちてからはいい感じにいってくれましたね。とりあえずね、やっぱり3番終わって4ぐらいはね、できれば欲しいんで。
それも拾いたいですね、なんとか。のこと考えてちょっと広く、一個やったら戻るかなって気も、戻るか横か、ああまあまあこれやったら OK ですね。で、2つ取れたんは大きいですね。242か。このピン僕あんまり好きじゃないんですよね。こことこのここですね。この2つがあんまり好きじゃないんですけど、こう落とすとこだけなんですけどね、大体は。その落とすところがなかなか思ってるところに落ちないというか、できればフェアウェイワンクッション回置なんですけど、ちょっと突っ込んだかな。21度である程度消えてくれれば、あ、これは OK ですね。うん、これは4まで変な天気にならんかったら、あーちょっと迷うな、どうしよう。一応 OB せえへん打ち方やと思うんですけど、やっぱ足りんか。ここでワンクッションであの下りのところに入ったら多分コロっていくんですけど、ここは打ちすぎたらね、かなりいっちゃうんで、寄せ気味に、相当弱く打たな。ちょっと3個でよかったかな。あー、3個いるかいらんかいですね。線3つ分ってことですね。まあまあこれはもうしゃあないですね。突っ込むところでもないんで、ちゃん十分に可能性あると思うんですが、落とすとこだけですね。あ、このラフに落ちてくれればいいんですけど、バンカーに行ってしまったらまた話変わるんで、特に直バンカーで行ってしまったら、もうちょっと今の感じだったらギリギリ落としても多分いってなかったかなって気するんですけど、まだこっちの方がね狙いはしやすいんで、ただ奥打ちすぎたらここも結構難しいんで、本当は50ぐらい打ちたいんですけど、結構最初登ってるな。今のは入れ
れたかったな。まあまあ5で8は悪くない、とりあえずね一発で決めるぐらいのつもりで。あーこれもまたこれす5は当たらんのかな。あーってことは右行ったかな。右行ってちょっと大きいか。ちょっとバンカー入れる場所が悪いですね。このピン考えればほんまによろしくは。もう下入れたら多分戻ってしまうんだよね。最後だけでいいと思うんだけどな。うん、OK。まあまあまあ天気考えれば OK なんですけど、これは決めたいですね。あー危なっ。僕的に今ここかなって思うんですけど、多少風吹いても狙いは。やっぱ向こうの奥からやったら、なんですか、ただでさえ左下がりやのに風もね同じように受けてしまうんで、横2個ぐらい入れんとちょっと僕の場合はイメージがあんまり湧かないんで、ちょっと待って、けどこれバンカー行くぐらいやったら、いやこのバンカーは絶対入れてあかんとこやな。いやーどうしよう、参った。低く球出ると思うんで、で飛ばないと思うんで、とりあえず OB 戦果で3打目にかけるしか。まあ方向ちゃうんすけど、僕からしたらまあまあ OK かなと思うんですけど、これグッといくかどうかだけ心配なんで、ここはあんまり打てないですね。あんまり打てないで、ちょっと打ったかな。これぐらいやっていけるかな。うん、まあまあ、あこう入れたん考えたら、まあ、バーディーでも OK かなと思います。そんなにフォローいなんて。あここ5メートルも吹くんか。
ち方にまず悩んでしまいません、どうしようか。このなんていうんですか、今の縦に跳ねるイメージは合ってたんですけど、方向がちょっと距離もピンに行っててもちょっと強かったかなって気がしますね。まあ前半12なら悪くはないです。ただやっぱまあ最初のこと考えればね、もう少し伸ばしたいなと思ったんですけど、ちょっと最後止まってしまったんで。右にだけは行ってほしくないんですけどね、ここは。そこ落ちてくれたら。まあ、これは僕は OK ですね。ここのイーグルは大きいですね。嘘でしょ、ここ5.4って。こういう時、まあ、なかなかないですけどね、こういう時距離表あればね、5でとかね、5アイでとか、いけるでいいなって思うんですけど、5.4ってすごいな。これ100%でもなんかまだ弱い気がするけどな。これでも弱いかな。バンカー？ああ、もう、まあこれはしゃあないか。この風の感じ的に言えばこれはガチャかなって思ってしまうけど、まだ1回目やから、ちょっとスコアね、悪くはないんで、ちょっと抑えて。まだね、後半乗り越えるとこだけ乗り越えれば。とりあえずやっぱね、一応、まあ、最低ラインは20に置いたんですけど、できればやっぱここ22か3ぐらいあればなって思うんで、とこれも神経使うな。いやいや、だいぶん手前やな。
とりあえず16にしたとして、13か14で1個拾えればいいかなって感じですね。うん。13はまあ風次第っていうとこが あるんですけど。これなんとかしたいですね。縦のイメージだけ湧いて落としたいとこに落とせればって感じですかね。あ、この下がっち、下がっちゃう。こう狙ったつもりなんですけど、上がっちじゃなくて下がっちに落ちてくれば、あ、まあまあ跳ねてくれたんで、まあ OK ですね。これで18にできれば、うん、うまいこと言ったらね、23ぐらい乗るかなと思うんで、風が全体的に、どっちやろう、斜めか、いや斜めちゃうな、その奥んところに乗ったら多分ピン方向に転がったんかなって気しますね、今の。まあまあ、まだワンチャンあるんで、あんま打ってないですけどね、奥が。奥見たら打てないんですけど。1個多いか。あ、ちょうどか。これは大きい。あとここですね。うん、とりあえず天気はまあまあなんとか大丈夫そうなんで。何本ぐらいやったかな。ここに、ね、来なくなったら忘れてしまうんですよね、結構。何本ぐらい、80ぐらいでいけるのかな。あ、まあ、とりあえず、まあ、よりはしないですけど、さすがに。これ、止まってくれんとバンカー、めっちゃ上がっちゃうねんけどな。まあまあまあ。まあ、ここは乗ったら OK ですかね。今の風じゃちょっと、予選の1個曲げでも結構、1個曲げいけるのかな、結構シビアなとこになってしまうんで。切れてるけど、最後は総裁がいたしたら戻るぐらいか。ああ、ちょっと強い分戻ってこへんかったな。これ次もこれ左か右かだけでだいぶ変わるんで、右か、
こは拾いたいな。黄色いらんかったかな、いい色かな。今の失敗したね、下つくなったことやな。つくんやったらやっぱりここでこの下がっちんのこれ一個クッションさせなあかんってことですね。けどこれ多分ここの横は全然関係ないと思うんで、風だけかな。ああよかった、22、24、25なれば OK なんですけど、うんうん、天気は悪くないんで、あのピンやったらね、ここに乗っけてガチャっていうのがね、一回どっかでやって失敗したのあったと思うんですけど、それが僕は一番いいかなって思います。ただそこに持っていくんがちょっと難しいんで、あー弱いわ、全然弱いじゃん。もうちょっと自分のスキルがね増えるなり、天気が良ければね、今のパーセンテージもいけると思うんですけど、まあまあしゃあないか。まあそう考えたら乗せとけよってなるんですけどね。とりあえず18番変なミスだけせんかったら、まあまあバーディーは十分に取れるホールやと思うんだよね。いやー一回で決めたいな。これ26のチャンスもまだ眠ってると思うんで、7で横かな。7で横か6でこっちか、どっちかやと思うんですけど、フォローなんで投げやったら6かなって思うんですけど、フォローなんで、ちょっと強く入ったかな。21度である程度相殺してくれば落ちるとか悪くないかな。こっから落ちてそっち行ったらあかんわ。切れそう。567のどれかぐらいかな。ちょっと強く入ったかな、弱く入ってたんか。7個かじゃあ 40% で、けどまあまあ25やったら、うん25やったら OK ですね。これでだいぶ貯金ができたんで、とりあえずね問題のねディープがね、ここ20でも僕の場合はいいんで、まあもう22ぐらい出れば、もう御の字かなって思うんで。キャディこれもったいないから。とりあえず続けて、ドリンクええかな。な。な、あと、ね、これも、先日、言われたんですけど、そのマウスポインターっていうのをつけないと、その僕の中ではこれ矢印見えてるんですけど、多分
ご覧になられてる方はね、これ見えてないと思うんで、一応それもね、なんか見える方が見やすいってご指摘を受けましたので、一応つけたんですけど、また見えてたら、一声ね、かけてくれればなと思います。はい、じゃあ、けどこれ25平均に141だからやっぱすごいですね。ディープ25でグレ25でようやく追いつくんって考えたらやっぱりそうそう真似できることじゃないんで、はい、よろしくお願いします。もうちょっと打った方が良かったかな。ちょっと跳ねた場所がちょっと悪かったかな。まあまあまあ、しゃあないか。な、森の場合はやっぱりまあバーディー拾っていけばね、それなりに出ると思うんですけど、それが結構難しいんで、やっぱ後半勝負かな。前半は耐えてね、後半勝負かなって思います。あかん。いや、やっぱ2個やったか。かーやってもた。ここ本当に多いんですよね、僕生き入れることは。このピン多分打ち方が根本から違うんかなって気が。じゃあやってもたな。せめてあこの奥に多分落とさダメなんですね。距離感が手前やからな。47ぐらいかな。うん、OK。 3か。いやー止まってもちょっと登ってんな。エッジか。いやーこれ結構曲がるんちゃうの。2個で足りるかな。あーもう登りが
思った以上にありましたね。しゃないな。いや、じゃあ、まあ、奥行くぐらいのつもりで。あか止まらないか。あーやってもこれはちょっとさすがに捨てかな。いやーこれもわからへんね。こんなこれはちょっとさすがに。さすがに20出えへんやろ。これで逆に20出てもなんかもったいないなって、ね、思ってしまうんで。最初に切れるようになったかな。もった以上に切れない方でしたね。うん。いやーまあまあ今回で良かったらなって思っときましょうか。しいですね。3度で3度、まあ、50、50、10、60ぐらいなんかなイメージだけど、もう仕事なあかんか。いやそんな止まるんやったらいいんすけど、そっち落とすが難しいんちゃうかな。いやーこれも切れると思うねん今日。うん、まあこれはちょっと根本からしんどいな。
奥で来てとか奥で来るんかな。奥か。あーまあまあこれも結構存在してこれでもちゃうかな。こことしたらそういうわけいかんのかな。知らないか。そこか。止まるかな。止まるかなとか以前の問題な気も若干するんですけど。全然でかいじゃん。そっちの風が結構降らなあかんぞ。降りすぎかな。降りすぎですね。全然でかいじゃん。これも全然でかいじゃん。12、3ぐらいでもいいとこでしたね。なんでこれ入るの？いや、天気も悪いな。まあなんせ2回目のこのとりあえずね、まあグレはまだ回ってないから何ともね言いようないんですけど、とりあえずこの森がやっぱり予定通りで、ちょっとここ勝負にねなってきたかなって気が。全然距離感が全然合ってないよ。これもこんな登ってんか。弱いかな。あーよく落ちになったらデッドに狙っててよかったですね。
ですか。10で分かれるかな。いや、ひどいな。それでも。もうもはやボギー、ショートのボギー2つだけが理由じゃなくなってきましたね、だんだん。イーグル取れへんし、ロングでボギーじゃ。どうしようもないですね。切れそうな気もせんことないけど、しっかり35打っててちょうどって感じでしたね。見間違いか。斜め思ったんですけど、多分5時でしたね、今の。今の感じやったら最後曲がったんか、まっすぐじゃ読めんな。これはまあまあいい感じでしたね。まあまあこれも OK かな。4ないぐらいかな。4か。まあまあ5ぐらい、5あるんか。よっこいるやつかな。いるやつか。OK。まあ13、14ぐらいです。まあまあまあ、もうちょっと抑えて20ぐらいではいけてたかなって気も。今思えばね。今思えば先行ではないんですけど、
こんな時に限っていい感じにいってるやん。弱い？うん、OK か。ってことはグレ20で156ぐらいですね。ってことは27出さない、150切れないってことなんで、やっぱり森が、うん、やっぱり森がね、どう見てもまだグレも回ってないんで何とも言えないですけどね。グレも鍵になる可能性は大いにあるんですけど、とりあえず一回ね、グレ回って、ほんで一回ここで切ろうかなと思います。はい、よろしくお願いします。680いうことは右かな、左か。あんまり転ばんかな。いやー、全然イメージ違う。ここかな、結構曲がりそうな気が。とか耐えたかな。ああ、よかった。いや、ちょっと今の感覚がちょっとさっきのと全然変わってないですね。これも2個いるんかな。下がっちに落としてポンポンで止める感じですね。止めるというか、まあ止まってくれることを信じて的な感じなんですけど、けど右流れるかな、この打ち方やったら。ここのグリーンね、結構こっちとこの今焦げ始めたところからって結構やらしいんですよね。ここ見た目と違うっていうか、なんかちょっと変則的な気がします。まっすぐでいいんかな。うん、こっちはまだましなんか、あの焦げ始めたら奥から打つ時が見た目以上に多分切れなかったと思うんですけど、これは左やな、左真ん中、真ん中奥かどっちかだ。気持ち左目ぐらいで、あー、もう一個いるかな。あ、まあまあまあ、縦のラインは合ってましたね。これはしゃあないな。50でも結構いってまうようなイメージなんですけど、あるかこれは。ないか、ないか。
ちょっと今の危なかったですね。まあとりあえず天気の方は OK ですね。そっちピンか。危なっ。ああ、全然弱める必要なかったんていうか、今のあれフォローやからだいぶ弾道が。頼むで。ああまあまあ当たったらええわ。だいぶ弾道が低くなってましたね。できればここに落としたいんですけど、ここの奥に落として優しいラインで終わらしたいんですけど、これ上がっちに落としたいかな、ここの。まあ下がっちでもいけるかな。入った？あ、入ったかな、これ入ったよな、この感じは。あ、ラッキー、これは大きい、これは大きいけど、この風耐えての話やな。本当は左から回した方が良さそうな気も。これ横になるわな。もう結構なんかさ、乗せる打ち方かなって気がするんですけど、こうなるわな、ここまで行ってもたら。まあまあこれは OB 戦かあったら OK かなって思うんで、これ間違いなく見た目以上に速いんで、147 50% ぐらいでもいいかなって気も。50ちょいかな。本当は55ぐらい打ちたいんですけどね、50でも超えてるから OK か。うん、これも1回で出さなダメですね。いや、ライフいってるな。そうさせてくれるかな。いや、こっちやな。何も打ったらいいんや、全然分からん。こんなもん。いや、まあ方向かな。いやー、これも分からへんで、4打つんやったら4か5の30かな、5個かな。
4個か。4個でもギリギリか。ちょっと落ちすぎたな、これ大丈夫か。こんだけ潜ったらいかになっちゃうかな。ああ、何やってんの。いやー、まあまあ勝負いった結果やからあれっすけど、ちょっと消しちゃった感じが否めないですね。あー、右流れるか。止まってくれば OK かな。3ぐらい。うん。うん、OK。447か。いやー、これも、サークル。どうしよう。怖いなあ、サークルがどこ向いてるかいまいち。そういう感じになるのか。うんうん。まあ、まだ弱いか。しゃあないか。とりあえずこっからの4つで6つぐらい伸ばせたらこれ欲しいな。スコア出せばここ欲しいですね、このピンで。まあ曇りなんですけど、この風ならって感じですね。縦が合うかどうかですね。もうそこだけやと思うんですけど。いや、縦じゃなくて横が。でも大概やったけど、やっぱ縦かな。落ちてきてるんで。ああ、これは打てん。日本戦まで見て打つか。これでもやっぱ30ぐらいいるんかな。ってことは 2.5 ぐらい見ないとダメってことですね。今のはちょっと、もう半分ぐらいに、せめて5ぐらいに持ってきたかったですね。右横か。これもなんとかしたいですね。横だけでいこうか右下にするかちょっと迷うんですけど、そんな行かへんの。ちょっと距離感が全然、これ結構切れんな。いやー、ちょっと距離感があまりにも
出てなさすぎて。いやー、ここ2つ入れて1個は欲しかったな。これこそ取らな。全体的に弱いんかな。あれ？マジで？なんかもったいないことしてる気が。マジか。もっとチャットしとけよってなりますね、こんなんって思ったら。いやー、まあまあ助かるんですけどね。そうくるか。止まって、まあこれはオッケーか。うん、もう完全にね、エースに助けられた感じしかしないんですけど。下がっちに落ちてくれれば。うん、まあまあこれはしゃあないか。4ぐらいかな、もうちょっとあるかな。4ないぐらいか。過ぎたかな。まあまあノスタだけに近いですけどね。75、記念か。あれ3つか。24、25ぐらいで公演かな。25だったけど結構いい感じに回らなあかんので。いや、やっぱさっきのあのショートがちょっと痛いですね。弱い方がいいか。落ちてくる過程で、まあ OK やと思うんですけど。
き次第いいですね、半分は。あ、まあまあ、とりあえず行く分には問題ないんで、いやけどやっぱり立ち回り考えれば、まあエースね、2回出る中そうそうないんで何とも言えないんですけど、立ち回り考えればこれ仮に25ぐらいで収まったとしても、やっぱりちょっと若干物足りなさがどうしても感じてしまいますね。まあまあ次も天気とピンチ次第でわからないんで、まだなんと見えないんですけど、よりによってここか。まあ狙うなってなんか言われてる気がしてしゃあないな。どっち、エッジじゃラフか、総裁で入ってくれればラッキーと思って、あー入らんか。まあ20後半出したかったですね、この展開なら。これ16位か、もう半分以上かな、もう8割方9割方ぐらいかな、もう森だけでしかそこは居のかないと思うんで、まあまあまあグレはね、まだもしかしたらっていう時もね、展開次第ではあるんですけど、まあ、CT に関してはちょっとんってなるんで、うわこう見たらなんか57が変な意味で目立ってますね。とりあえずもう森勝負なんでね、まあとりあえず一回ここで切ろうと思うんですけど、とりあえず2回目もね、まあ、CT はもう一番最後に回して、とりあえず森とグレーをね、先にちょ順番まだ決めてないですけど、とりあえず回ろうかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。